みんなで楽しもうね。秋の時はJR東海車両 の TOKIO のアンビシャスジャパンを流したんですよ。それの続きとして今度は JR 西日本バージョンの新幹線の車内メロディを流してといて、僕ここのサークルに入ってるんですよ。え、本当ですか？はい、坂上さんが所属してるサークルなんですか？そうなんですよ。放送研究会 QFM って言うんですけれど、はい、ラジオ制作とかをしているサークルで、はいはいはい、今日は公開生放送しているんですね。そうなんですか。実はこの QFM っていうのが、はい、静岡キャンパス、浜松キャンパスそれぞれにあって、僕浜松キャンパスに所属してるんですよ、はいはいはい、でそれぞれ活動も違うので静岡の人に聞くっていうのも意味があるんじゃないかなと思うので、ぜひ僕はインタビューしてほしいんです。あ、そっか。じゃあ静岡キャンパスの QFM のお話が聞けるってことですね。はい、あ、じゃあ早速。そうですね、はい、お話を聞きに行きますか。行きましょう。でグランクラスに飛行機でいうキャビンアテンダントみたいなまあ、それで、まあ、飲み物とか提供してくれる、で、まあ、機内食じゃないけど車内食みたいな。確かにね、食堂車がない一番の一つだからね、確かに。そうなんですよ。そう思うとそういうご飯の提供っていうのは、まあ、食堂車まで行かないんですけど一応ご飯が出てくると。皆さん1年生ということで初めての春フェスだと思うんですけれど、どうですか？意外とその人が意外といて、その出店とかやってて美味しかったです。数学科ちょっと授業が、数学の授業が 今でももう挫折しそうです、はい、意外と授業のコマが多くて忙しいなって思います。そうなんですね。ちなみに今年というか1年生での目標とかって何かありますか？バイトでお金を稼ぎたいです、はい、勉強じゃないですね。勉強じゃないです何かありますか？単位を落とさないように頑張りたいと思います、はい、なんかこう QF に入ったきっかけってありますか？一回ラジオを出させてもらって、それが楽しかったんで入りました。ちなみに普段ラジオとかって聞かれますか？あんまり聞かないです。親が車とか乗ってる時に聞いてる時に一緒に聞いてるぐらいです。高校の時放送部だったんですけど、それで放送やりたいなって思ってきました。こっちのキャンパスではラジオの番組をやっているということで、そういうところでうまく喋れるようになれたらいいなって思います。理学部数学科1年の伊藤英史です。理学部数学科1年の山中翼です。理学部数学科1年の長谷川真一です。皆さん1年生なんですね。はい、放送機材とかそういうなんか発信っていうのが面白そうだったんだなって思って入りました。一応高校時代に FM とか聞いてて、それで興味があったんで来たら、まあ、なんか成り行きで入っちゃいました。やっぱりどっか入ろうと思って、まあ、フラッと寄った時になんか楽しそうだなって思って入りました。こういうラジオ放送局とかはなんか機材とか揃ってて、こういうところで放送できるのはやっぱすごいなって憧れがありますね。こんな番組やってみたいなっていうのもありますか？ですか。いやー、なんかまだ初めてなんで、放送って環境にまず慣れたいなっていうのがありますね。まだ何をっていうのはないです。僕もですね、同じです。やっぱり自分の趣味をなんか人に伝えていけると面白いと思います。曲紹介をさせていただきます。で次に流すのは「ひいひい旅立ち西へ」ということで、これは山口百恵の「ひいひい旅立ちへ」を、まあ、編曲というかちょっと歌詞を変えて、森塚千尋さんが歌ってるんですよ。でこれは JR 西日本の新幹線の車両に搭載されてる、車内メロディーに使われてるんですよ。こう普段こういう放送研究会とかって馴染みないサークルだと思うんですけど、どうでした？見てみて。いや、なんかこうサークルっていうんですかね、すごいなんかちゃんとラジオを収録してちゃんと放送してるじゃないですか。そうですね。学生なのに、同じ学生なのにすごい活動がしっかりしていてびっくりしました。そうですね。コミュニティFMとかでも実際に放送からしてるので、要注目してほしいですね。